皆さんこんにちは、山手アイコン急行運転士の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、 JR 飯田線の三河一宮駅です。三河の国一宮戸賀神社からこの駅名が付けられました。このチャンネルでは約4年前から駅名の由来になった場所を全国津々浦々200駅以上訪れています。毎週金曜18時にアップしていますので、鉄道好きの皆さんやご近所さんはぜひともチャンネル登録してください。それでは早速戸賀神社へ参拝しに行きましょう。三河一宮駅を降りましょう。改札はありません。車内で精算です。また豊川から先、三河一宮以北はトイカ、マナカなど IC カード使えません。紙の切符を用意しましょう。案内図があります。現在地が今駅にいて、この通りがあります。国道151号線を渡って戸賀神社です。歩いていきましょう。駅を出て最初の定時路、こちらの定時路逆行ですが、まっすぐ進んでいきます。奥に見えるあの交差点が国道151号線と交わる交差点でしょうか。道を通ってきてセブンイレブンが目印、交差点名戸賀神社前という交差点です。国道151号線、向こうが豊橋方面で、こっちが新城方面です。あちらにも書いてあります、戸賀神社。さあ戸賀神社まであともう少し。豊鉄バスのバス停の名前が戸賀神社前。どっしりした鳥居と奥には戸賀神社と書いてあります。というわけで到着しました。こちらが三河の国一宮戸賀神社です。戸賀神社と書いてあります。鳥居をくぐりましょう。足元に茶色のこの人いらっしゃいますけども、鳥居の足元で境内に入っていきましょう。おお、木々が生い茂っていて、なんだかパワースポットって感じがします。広い広い駐車場と戸賀神社の境内図があります。現在地こちらですけども、境内図と本当の戸賀神社の境内正反対です。ご注意ください。こちらに書いてある通り、本日は里宮というところを巡っていきます。本当は奥宮というものがありますけれども、ちょっと山を登らなければならないので本日は控えます。2つ目の鳥居が見えてきました。二の鳥居の足元で続き奥へ進んでいきましょう。こちらに天水社があります。こちらで手を清めましょう。門がありますね。こちらの門をくぐっていよいよ本社です。
大きな建物ですが拙者です。三河恵比寿社本社はあちらにあります。地元の小学生たちの作品が飾ってあります。かわいいですね。本社があって客殿と社務所、それからこちらに手水舎もあって、奥には鐘楼、神社で鐘楼ってちょっと不思議ですよねと思いきや、鐘楼ではなく、中をよく見てください。ちょっとズームしましょう。そう、太鼓です。こちら鐘楼ではなく太鼓楼という建物です。表神門と読むのでしょうか。表、神、門と書いて表神門。拝殿で祈祷する場合は先ほどの左からの道ではなく、こちらの門から入りましょう。さあ、今回の由来紀行、皆様いかがでしたでしょうか。三河の国一宮戸賀神社を訪れました。次来る時は時間を作って奥宮まで行ってみたいです。豊橋からも JR 飯田線一本で来ることができます。皆さんもぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それではさようなら。